皆さん、こんにちは。非常識な教室集客コンサルタント、高橋貴子です。本日は、2020年、今年の2倍の売り上げに伸ばしたいヒントが欲しい先生へ送る、高橋貴子からのクリスマスプレゼントということについてお伝えしていきたいと思います。クリスマスですね。ちょっと余談になるんですけれどもね、ちょうど私、昨日、旦那とフレンチを食べに行ってきたんですけれどもね、なかなか私が週末一緒にゆっくりっていうようなことをできるタイプの人ではないので、おそらく半年ぶりぐらいですかね、2人で食事に行ったのはね。はい、でグラメゾ東京ってあるじゃないですか。あのドラマ見てて行きたいっていうんでね、検索して「いやクリスマスシーズン高いんだよね」とか思いつつ見て。ここら辺グランメゾン東京みたいなフレンチがっていうから、そこに格を合わせたような検索をかけたらね、そのディナーの金額に驚いておりまして、はい、もっとこう安くていいよと美味しいフレンチとかっていうことでカジュアルフレンチで探して、鎌倉ですごくいいお店を見つけましたので、そちらの方で昨日久しぶりに食べてまいりました。確かにコスパが良くてですね、とても美味しかったです。はい、ちょっとそんな余談を置いておいて、はい、今日はですね、LINE とメルマガの読者の方に、クリスマスプレゼントということで、今年の売り上げの2倍にしたいヒントがっていうことでですね、お伝えするわけなんですけれども、まずその2020年はっていうことも含めてなんですけども、現状の教室業界の全体の動きがどうなのかっていうのも先にちょっとお伝えするんですけれども、世の中がですね、会社員になることが当たり前ではない世の中にシフトしてるんですね。若い方たちとか自分で職業を選ぶみたいな、会社員に就職することだけが人生ではないっていうことが割と普通に脳内の中に浸透してきてる人たちが増えてきてるんですよ。ということはどういうことかっていうと、教室業とか自営業とか独立自営をやりたい人たちが単純に増えてるっていうことです。これが会社員を選ばなかった大学生とかもそうだし、会社員をやってたけれどもやっぱりやりがいと生きがいでやりたいっていう OL からの脱サラの方もそうだし、主婦だったけれども今までは主婦って言えば家の中でかパートに出るのが選択肢ぐらいだったのが、やっぱ独立自営でやりたいよねという考えで動き始める人が増えてきてるので、以前より教室業をそもそもやりたい人が多くなっているんですよね。ですからその従来型の形だけで、教室を運営している教室に関しては要は何も手を入れないでっていうことですね。どんどんこう注目されなくなるっていうことです。ご自身がやってることが変わらなくても周りがいっぱいできてきて比較対象を選べることをお客様ができちゃうようになってしまうので、相対評価で沈んでいくっていうだけのことですね。特に年齢が上めの昔から、教室業をやってる10年以上の先生とかは特にその危険度は高くてですね、私がコンサルティングとか、面談とかでお話ししている中で一番気づいてるのは、集客をしてきてないんですよ。集まってきているだけで集客をしていない。この感覚分かりますかね。10年とか20年前ってそこに教室があるだけで人が来てたんですよ。ちょっと言葉悪いですけれども、努力しなくても。で要はないから人が行くっていう状態です。なので全業種業態というか、フレンチやっても日本料理を教えてもお菓子を教えてもパンを教えても、そこにあるっていうだけの存在価値があったので、どんなメニューとかやればやるほど人が増えるっていう、そういう時代があったはずなんですよね。それによって教室も周りに少ないから、あそこいいよっていうふうに言われればお友達と一緒に来てくれるとか、そういうのが当たり前だった。だから満席が仮に続いていたとしても、それ先生がコントロールしてるんじゃなくて時代が後押しをしてくれていて勝手に人が集まってきた。もちろんそのモデルを作ったっていうことに関しては先見の明はあったと思うんですよ。まだ教室が少ない時代で手探りでやんなきゃいけないので。ただ時代は変わっているんですね。インターネットが普及して SNS ツールとかコンピューター使えるの当たり前になるような時代で若者は当たり前のように使っているし、そういった人たちが全世界的に、日本中でもいいんですけど、普通に拡散できるような中において、そのお客様がそっちへ行っちゃうわけですよね。分かりやすいから。そうすると宣伝力がない先生、どんなに技術があっても宣伝力がない先生は選ばれないという事態が起きてきていて、私が感じているその残念なことっていうのは、スキルがあるのに選ばれないことによって教室廃業しなくちゃいけない先生が出てきているという、これが現実問題、残念なことです。で、逆に言うとスキルはそんなにないけれども、時代の流れに乗ってお客様の欲しいニーズをピンポイントで捉えて、それを教室として具現化している人は、その先生から見てスキルがなくても儲かってるし売れてますっていう、これ経済活動の、当たり前のセオリーなんで、まずそれを理解してほしいっていうのがあるんですね。ですから2020年を超えていくっていうか、行っていく上で、よりこの傾向は顕著になっていくということは、年齢が上だろうが下だろうが関係なく、必要最低限自分というものを表現するためのツールは覚えなくてはいけないっていうのが一つです。苦手とか言ってる場合じゃなくてですね、仕事だからっていうだけの話です。どうせ覚えるなら楽しい方がいいでしょっていうぐらいの感覚ですけどね。で、それと同時に2020年は4月頃に 5G、 動画の超高速通信ができるようになる。今 4G ですよね。なるので動画がすごく身近に当たり前になります、これはずっと前から言ってるんですけどね、5G 云々の以前の問題で、動画は教室の先生たちはみんなやらない人が多いからやった方がいいっていうのは、私4年ぐらい前からずっと言ってるんですけど、それでも皆さんやらないんですよ。で、これが本当にそういう本格化してきてやらざるを得ない状態になってきたら、皆さん腰上げるのかな。そうすると今度は動画バブルが入ります。要はちょっとした動画レベルだともう目立たなくなるっていうことなんで、ますます手を入れて頑張んないと無理だから、今のうちに覚えといたらっていうことを言いたいのが、まず2020年の方向性ですね。もう一つ2020年の方向性としては、本物が選ばれる状態になってきます。本物っていうのは、要はその人のもちろんスキルとか技術とか、あと人間性とかっていうことも含めてなんですけれども、きちんと対応できる店構えを持っている店が選ばれるっていうことです。具体的に言うと、ホームページを持ってるか持ってないかっていうのは大きな分かれ目になると思います。で、ホームページを持つハードルが高いのは私はよく知っています。ですので、ホームページはなぜハードルが高いかっていうと、複雑なそういう HTML っていう言語において画面構成がなされていて、で、更新が難しいっていうことが一番大きなネックだと、あと業者さんに頼む時の初期費用ですね。これが30万から60万、場合によって100万っていうのがざらにあるっていうことなんですよね。だから初めての人がやるにはハードルが高いっていうことがあるんですよね。ですから私の持論としては、基本ご自身の分身を作るっていう意味では、まずホームページを作りましょうっていうことを一番最初に提唱しているので、私のところのクライアントさんは、その方の進度によりますけれども、基本自分で更新できるホームページを持ってくださいっていうことをベースに私の講座は全て組まれています。ですから自分で好きなタイミングで好きな時に更新ができるということは、旬な情報と、あとその時望むお客さんのニーズに合わせたピンポイントの講座を作ることができて、発信することができるっていう、2020年のもう一つの特徴でスピード化ですね。これを実現するのに一番いいのが自分でホームページを作れることなんですよね。ですから現状ホームページを持ってない方は、是非来期ホームページ作りにトライをしてみてもらいたいなというふうに思っているんですよ。これは私が約10年、9年目になりますけれども、独立サラリーマンから独立してからずっと走り続けている中で、ホームページがあって本当に良かったって思ってますし、その核になるページを持ってるか持ってないかで自動集客ができるかできないかっていうのがものすごく大きな分かれ目になるんですね。で、自動集客ができるっていうのは要は放っておいても予約が入るっていうことです。もちろん私も SNS も使えますし、日頃のメンテは欠かさない部分はありますよ。だけれども、それに比重をかけすぎなくても集客できる仕組み作り、これをするのの一番核になるところはやっぱホームページなんですよ。だからその軸を持たずして、インスタグラムやったり、ブログ書いたり、YouTube 書いたりとかやってても、点が点になるだけで労力が多分5倍とか6倍かかる、成果が出るための労力がっていうことですね。ですから私の中ではホームページっていうのが一番大事っていうふうに思っているところです。じゃあもう一つついでに言うと、じゃあホームページ業者さんに頼んだらいいのかっていう話なんですけど、これは業者さんが悪いとか言っていることではなく、その頼む先生ご自身の中にしっかりしたビジョンとかコンセプトがなければ、どんなに体裁がきれいに取り繕ってあっても、それを OK を出してしまう先生のマインドとスキルと世間を知らない状態であれば、漏れなく売れないホームページが出来上がります。これは残酷な真実です。私が今まで売れないっていうことでせっかく業者さんに頼んだのに、集客が全然できてない、半年全然集まりませんとかいう方のホームページ診断をすると、ほぼほぼこの状態に当てはまってます。業者さんが悪いんじゃなくて、業者さんに指示できてない先生ご自身が悪いです。で、指示はじゃあどうやったらできるのかって言ったら、当然それは経営とマーケティング、集客の手法を学ばないと、必然的な、お客様が望むサービスと、それを言葉で表現するコンセプトを作ることができてないので、それを業者さんに伝えることができなければ、当然そういうふうには作ってもらえてません。だからどれだけお客さんのことを見れてるかっていうのが大きなポイントになっていきます。で、そのホームページ作りはじゃあ何が大変なのって言ったら、コンセプトなんですよ、一番大変なのが。要は拡散ツールなだけなので、集客ツールっていうのはコンセプトっていうのは、例えば目の前にその商品を見せたらめちゃめちゃ欲しがる人がすぐに手を出すみたいな状態まで作れてるかどうかっていうことですね。まずめちゃめちゃ大事なのはそのコンセプト、ここを表現するっていうホームページ作りですね。これを私は一番自分のアカデミーとかコンサル生さんに強化している部分なんですよ。で、来期ですね、2020年1月生と4月生、今募集をかけているところなんですけれども、私のコンサル生さんの、声を先日まとめたんですよ。で、私のコンサルティングないしは、アカデミーの一番の特徴っていうのは、他の方が何人も入ってるわけじゃなくて、私一人でその人一人の方のビジネス設計を全て行っているっていうことが一番の特徴なんですね。だから破綻がないっていうことです、ブランディングに。で、その人のご自身の性格も知ってますし、あと地域性とか特性とかも全部加味した上で、最適なプランニングをして、その設計書、レシピといえばいいんでしょうか、レシピをお渡しすることによって、それに合わせて実践と調整を繰り返していっていただいて、授業を伸ばしていっていただくっていう形なので、他の方が入ってきてこうビジネスの、その設計が破綻するっていうことなく、それこそもちろん経営的な話もします、数字の話もしますけれども、ホームページ作成の部分も当然教えてます、自分で作ってほしいから。で、その段階でそのコンピューター扱うスキルであったり、画像デザインのスキルであったり、写真とか動画、あと文章、コピーライティング、これも全て私が教えています。それも自分がやって実証してできてきてることばっかりです。じゃあなんでそんなんできるんですかって言われると、ちゃんと裏付けがあります。デザインの方はインテリアコーディネーターやってましたし、その後もウェブデザインの学校行ってますんでね、そこで勉強して実践で実際に使ってこういうふうにすれば成果が出るんだなっていうことを知っている、ウェブデザイン理論を知っているっていうことで、あと写真、これは20年以上やってます。だから売れる写真っていうのはどういうふうに撮ればいいのかっていう、趣味の写真じゃない売れる写真ですね、その見せ方っていうのが分かっている。あと動画、これも開業当初からほぼやってますので7年近くになるんですけれども、こちらもかなり昔からやってますので4000本近くの動画上げています。そこの中でどういうふうに人が反応して、どういうふうに動線設計につなげていくかっていうことも分かっていて、全て自分が実践したことをお伝えしてるっていうのが多分一番大きな部分かなと思ってるんですね。当然だから自分が実践したことっていえば教室運営をしたことです。ですから、教室の先生に特化したコンサルティングっていうことでいうと、それだけ多岐に渡る範囲、集客の部分のマーケティングと、あと制約の部分の営業ですね。営業としてもかなり私は実績を上げた、営業マンでしたので、営業部長もやってましたしね、はい、っていうその実務も教えてるっていう。だから要は質問して、私が質問してきてくださってクライアントさんが答えられる領域は全て答えているっていうのが私の多分一番の特徴かなと思うんですよね。今のところ答えられないっていう領域はなかったですね、皆さんから質問を受けて。全て大体私の経験値でどうにかなる話が多かった。だから私をどういうふうに使うかっていうのが多分皆さんの一つのスキルになると思うんですけどね。で、話をね戻します。で、ホームページが大事で、ホームページ診断をするにつけて、分かってきているのが要は何が正しくってどういう自分の特徴をどう見せるかっていうのが分からず作っている方が多いということは、イコール売れないということになります。集客ができないという状態で、できない理由はちゃんとできない時にお伝えしてますけどね、これができてないんですっていうと、これとこれとこれっていうのを見れば分かりますので、それをお伝えするっていうことです。ただそれはできない理由を伝えていて、やる方法は伝えるんだけれども、それを頭で思いつく人でなければ次の新コンセプトは作ることはできないので、そこはきっとコンサルタントっていう人が私でなかったにしても必要になる部分なんだろうなっていうふうに思っているんです。ここ2年ぐらい顕著な傾向として現れているのがその方自身のスキル自体はそんなに変えなくても、変わってなかったとしても、だから持ってるものがあるっていうことなんですが、それを私が世の中に対して売れるのはここだっていうピンポイントを見つけ出して、それを強化した形で世の中に発信するとほぼ売れていく。だから先生自体は何かが変わってるわけじゃないんです。持ってるんです、もともと。でも見せ方が下手だと全く売れないんですよ。だけどそれを再構築してちゃんと魅力をつけて分かりやすいように外向きに伝える、ホームページが一番メインになるんですけれども、伝えた途端に売れる人が多い。これは非常に不思議な現象というか、私的にはある意味想定内でもあり想定外でもある。想定内っていうのは私が新しい人が好むものを見つけるアイデアに優れているっていうのは、前の会社にいた時からずっと分かっていることで、2年か3年先の先取りの企画を考えることができる人だったので、その企画は売れるんです。売れるから、その顔は私合ってるなっていうのは分かってたんです。でそれを実際の、クライアントさんに当てはめていった時にやっぱりその方がそこを重要視してないっていうこのギャップに気づくことがある。ということはご本人は集客を頑張るんです、すごく SNS とかね、なんとかでもそもそも論のコンセプトがなってなければ、どうしようもないっていう、この残念な時間を減らしてほしいっていうのが私の中での切なる思いですね。だって本来は素晴らしいスキルとかを持っていたり、それを人に伝える熱い思いだったりとか、先生ご自身もそれをすることが嬉しいのであれば、やっぱりそれを望む生徒さんと上手にマッチングができる、そういったスキルを身につけるべきだと思うんですよね。で、そのお手伝いをしているのが私のお仕事ということになります。だから本来価値を持ってるのに、価値を持ってる状態を外向きに言えてないがために人も来ないし儲からないっていう、そういう教室が案外多いんだっていうのに気がつきました。だから来期は特に私はそこの残念な方ですね、ご本人が気づいてないけれども本当は人に求められる価値があるスキルを持っていて埋もらせている方、この辺りの発掘を中心にやっていきたいなと思っているのが2020年です。ですから今回ですね、同時に私のクライアントさんがどういうふうに私と関わって成果を出してきたのかっていう動画を見ていただければ分かるように、ご本人が気づいてない、特徴とかそういうのを一緒に探し出すコンセプトメイクですね。ここのところが多分私が一番得意なところ、そしてそれをホームページに更新できるホームページに、表現させること、作り方を教えますからね。そうすると自分でいじっていけるので、やっぱ皆さんホームページを作りたくて私のところに来たっていう方も結構多いですね。なぜならば、例えばアカデミーが約70万だったとしてもですね、ホームページ1本頼むと、50万ぐらい普通に飛びます。だからそれを考えたら経営とそれが両方同時に手に入るっていうことはお得だよねっていう考えができるかどうかっていうことですね。で、単なるホームページが手に入るだけではなくて、その後の集客動線の敷き方とか、あとその方のブランディング、あと、写真も動画もですけど、そういったツールの知識も全部手に入るっていう状態で考えると、単純にホームページ作るよりは全然安いっていうことに気が付く方はお得なんだなっていうのが多分分かってはいただけてると思うんですけれどもね。ですから来期私は、そういった本当はスキルもあるのにちょっとボタンをかけ違えてる、ないしは自分の魅力を見損ねてしまっている方に光を当てて、稼いでもらいたいし、その周りにいる生徒さんを幸せにしてほしいなというふうに思っているので、本題クリスマスプレゼントのところなんですけれども、クリスマスプレゼントは、そのアカデミーに興味がある方、別に興味がない方はスルーしていただいて構いません。皆さんちゃんと成果が出てる方、基本アカデミーからの出身の方がほとんどなので、やっぱ6ヶ月の学びは必要なんだろうっていうふうには思っているので、その内容を高橋貴子と一緒にコンセプトを作って、周りのみんなと一緒に頑張っていきたいと思えるタイプの先生ですね。その方に関しては要は本気で2倍稼ぎたいっていうことも別に私は難しくないっていうふうに思っていて、やってくださいって言ったことをやってくださってる方は皆さんできてますんでね、そこは私は成果にコミットメントするのを信条としているコンサルタントですから、そこはしてもらうようなアイデアは作ります。実践していただければっていうことなんですけどね。なんで来期こそちゃんと、仕事として成り立たせたい、頑張っていきたいっていう方向けにですね、アカデミーに興味がある方のみです。1時間のですね、無料相談の枠を出します。ここで勘違いしていただいたら困るのが、どうせそんな個別面談とか言ったらセールスされるんでしょとかいう方いらっしゃるかもしれないですけど、それは大きな勘違いですね。セールスしません、私は。私とその方の相性のマッチングを見るだけなので、ご本人入りたいって言っても、私が今はまだご本人が入る時期じゃないよねとか、私じゃない方がいいよね、うちのメンバーとの一緒の環境でやっていくにはちょっと種類が違う方だなと思えばお断りしているので、だから入りたいって言っても入れない方もいらっしゃいます。はい、だから売らないですよ。入ってくださいっていうことは私一切言いません。ただ興味がある先生で本気で変えたい方で、私もその人を救いたいと思う場合において2人の思いが通じ合い、そしてそれが最大の成果と効果が出るよねって思えた時だけアカデミーに入っていただいております。ですからそのご興味の範疇において今の授業設計ですね、どういうふうに来期変えてったらっていうことと、叶えたい未来ですね、それの指南書、アドバイス、レシピをお渡しします。レシピっていうかね、方向性をね。なので聞いた結果、別にアカデミーに入りたい気持ちがなくなったんだったらそれでもいいし、私も受け入れたい気持ちがなくなったんだったら受け入れられないっていうのははっきり言ってますので、そういう特別な時間にする、ある意味ちょっとね緊張感がある時間かもしれませんけれども、それでも聞いてみたい、私と話をしてみたい、本気で授業のことを変えてみたい、皆さんの実践の成果を聞いて信じてみたいと思う方は、12月の28日から1月6日の間、割と私は私の通常のクライアントさんからのセッション予約が入ってこないので、割と時間が取れる人です。年末年始働いてるんですかっていうね質問ありますけど、もちろん家族との時間は過ごしますよ。だけど私の年末年始のスタンスはアイドリング状態でありたいっていう感じなんですよ。止まってしまうと立ち上げるのに時間かかるので、ここのとこ3年ぐらい毎年そうなんですけど、年末年始関係なく最低1時間は仕事してます。勘が狂っちゃうから。その方が楽なんですよ。逆に変に年末年始で体調崩すこともないし、いろいろなアイディアとかそういうのを整理するにも誰からも予約が入ってないと楽ちんだったりするので、実は比較的時間が取れるのが年末年始。おそらく教室の先生も生徒さんのね店じまいっていうか、それが終わって一番時間取れるのは年末年始なんじゃないですかね。ご家族との時間はもちろん取っていただいていいと思いますよ。私の場合には年末のお掃除とかもここ数年早めの月11月くらいにはもう業者さん入れちゃって、全部プロの手できれいにした状態を2ヶ月ぐらい保って大晦日を迎えるっていう感じなんで、大掃除も特にしないので割と比較的時間は空いてます。年末年始のねアレンジとかデザインでお花とかでお正月を迎えるような、そういった失礼とかそういうのはやったりしますけどねっていう感じです。なのでもう一回話戻ります。来年本気で事業をどうにかしたい、変えたい、その方向性のレシピが欲しい、アカデミーにも興味がある、入らなくてもいいです、興味があるレベルでいいです、本気でどうにかしたい、私と話をしてみたいという方は、先着5名、12月28日から1月6日までの間のどっかで日時を合わせて1時間無料面談をします。ただし前提が単なる無料面談ではなく、私と一緒に来期やっていきたいと思うアカデミーに興味がある人、ここに限定します。単なる私の方向性を教えてくださいっていう方はお話はしますけど、お金ちゃんといただきます。通常の私の単発スポットは35,000円になりますので、それを払って聞きたい方は通常でお申し込みをしていただければというふうに思っております。なので入らなくてもいいし、問い合わせもくれなくてもいいんですが、うちのメンバーがどういうふうに成功をしてきたかっていう動画、感想動画は全面公開いたしますので、ご自身に今足りないものとか、どういう努力をすればそういうふうに人って変わっていけるのかっていうヒントに使っていただければと思います。私自身はですね、もちろんクライアントさんが稼いでいる方とかしっかりできてる方多いんですよ。多いんですけど月賞いくら何ヶ月になりましたみたいな紹介の仕方ってあんましないんですよ。続いてなんぼだと思ってるんで、だからたまに言われたことがあるのが、高橋先生のところの生徒さんはそんなに皆さん成果出してるのになんでブログとかフェイスブックとかでねじゃんじゃん成果見せていかないんですかとかよく言われるんですけれども、なんかこうお金だけじゃない部分の成果もあるじゃないですか。お金はもちろんきれい事じゃないから稼いだ方がいいと思うんですよ。ことさらそこを強調して宣伝するのってなんかかっこ悪いじゃんっていうのが私の個人的な私の美学なんですね。だからもちろん稼がせてますし私も稼ぎます。だけれどもそれをことさらに強調してだから来なよっていうことは全然考えていないっていうことですね。地道に長く一緒に私の非常識思考に付き合いながら楽しく人生を過ごしたい人だけを厳選して仲間として頑張っていきたいなというふうに思っているので、そんな観点と感覚で私はアカデミーを運営しております。ですのでとはいえですね、そういうふうに状況が分からなくて苦しんでいる先生は救いたいという思う気持ちは全然変わらないです。だって本当に、その違ってるっていう方向性を直しただけで最短3ヶ月とかでいきなりバーンと売り上げが上がっちゃう先生とかいますからね。だからそういう売り上げが上がらない状態を変えるコツっていうか、中に持ってるっていうものを気づかせてあげるっていうのがメインなんですけれども、先生が残念な方いらっしゃると時間の無駄でもったいないよね、人生もっと楽しめるよねっていうのが持論なんで、こんなオファーをたまにしていたりします。ということで、クリスマスプレゼント、12月の28日から1月6日の間、リビング企業アカデミーに興味があって来年私たちの仲間と一緒に頑張ってみたいということに興味がある方、無理に入会はお勧めしませんがまずは興味がある方で、1時間無料面談5名様限定先着順ということで、クリスマスプレゼントをお渡ししたいと思います。来年ですね、今いろいろと考えていらっしゃる方で一人ではどうしようもないなというふうに考えている方は是非このチャンスを生かしてみていただければというふうに思います。それでは。